アルナスキッズサッカークリニック。スペシャルゲストの4名が登場です。毎週の大きな拍手を。さあ、それでは早速ですけどもミニゲームを始めていきたいと思いますので、皆さん立ってもらいましょうか。はい、そしてさっきと同じようなエリアに分かれていくんで、コーチの指示に従ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あのロナウド1回もボール触ってないけどね、ラストゲーム。パスだ、パス、頑張って、パスだ、パスだ、お、通った、来た、来たぞ、チャンスだ、お、頑張れ、おー、ボールに当たって、まさかのノーボール、カウンターだ、頑張れ、まだ、今後、もうちょっとだよ、頑張って、あ、青ボール、青ボール、お、チャンス、チャンス、いや、もうそれじゃままでね、assim como eles, a idade que eles têm, entre 7, 8, 9, 10, 16 anos. É divertir, estar em grupo e não pensar em mais nada que se divertir. Acho que é o mais importante. みんなさんと違わないんですよ。みんな同じで、毎日サッカーに明け暮れる、プレーする毎日毎日です。で、疲れ知らずで、仲良しと一緒で、同じ年頃かな、6歳、7歳ぐらいから。楽しいだけの、子供時代でした。だからみんなと同じですね。楽しいのが一番です。はい、楽しくね、毎日サッカーやりましょう。さあ、続いてテレス選手に質問が来ています。どうやってそんなにサッカーが上手になったんですかという質問です。Então, é um percurso muito, muito largo até chegar ao nosso objetivo, mas é gratificante.E eu acho que o principal para ser um grande atleta é trabalhar duro, é ser profissional, é abrir mão de muitas coisas que não são positivas para o esporte, e sim focar no trabalho, na parte mental, na parte física, desde descansar muito bem, se alimentar muito bem. E eu acho que a disciplina é o mais importante para se tornar um grande atleta. Aqui nós temos um grande exemplo, que é o Chris, um cara muito disciplinado, então a gente também tem que seguir esses exemplos para poder ser um grande atleta.やはりですね、非常に長い道のりです、でもですね、それはやる甲斐があると思います。とにかくですね、一生懸命練習して毎日ですね、いろんなことを我慢しないといけません。もちろんですね、休むときはちゃんと休んで、食べるときはちゃんと食べる。そしてやがてですね、僕の右にいるようにクリスチアーノ・ロナウドのような偉大な選手になれる、偉大なお手本になれる、きっとそう信じてやっていけばきっとなれると思います。皆さんも同じようにですね。
さあ、短い時間だったけどね、最高の選手たちを最高の思い出作ったミニゲーム、ちょっと感想をね、一人ぐらい伺っていこうかな。じゃあ、スタッフの方、あ、今の赤色のソックスの子、はい、どう？今日の感想を答えてもらえたら嬉しいです。お願いします。とても楽しくて、とても経験になりました。選手たちとタッチしたりハグしたりするのもとても楽しかったです。また選手たちに会えたらいいなと思いました。ありがとうございました。はい、立派なコメントどうもありがとうございました。